ビリビリ、うん、やっぱなんかこうその方にとっては違う解釈してるのかなっていう、ちょっと意外と勘違いしてる人って多いの。そうそうそう、いつもそういうの喋って。YouTube だと今日はまた深くね。今日はもう戻って、Zoom でお客さんと打ち合わせして、そうしなきゃいけない。で、一旦深くに考えて。一旦ね、移住取りって来年なくなるみたいな。そうなんですよ。もう30年経ったりとか。
欲しくないと欲しくないってなってくる。うん、美味しいな、香ばしくて。カレーってやっぱり早めに繋がりました。うん、よく食べます。うん。